含めたバスケットをやってみたいなっていう気持ちで来ました。はい、シュート前にはきつい時に背中を押してもらえたっていう恩があるので、強くなることによっていいパフォーマンス見せて、シュートのチャンピオンになった松本が、やっぱ強かったっていうふうに思ってもらえればファンには恩返しできるんじゃないかなって、まあこの決断をしました。松岡隆。